はい、ハルです。今回はですね、私が持ってるスイッチをねリメイクしていこうと思います。スイッチ本体じゃなくてこっち あのドックの方ですね、差し込む方の方を変えていこうと思います。前回にねこれちょっと変えた動画上げたんですけど、まあ私が個人的にちょっと飽きちゃったっていう部分があったので、まあ一からね塗り直してやっていこうと思います。で一応ね横とかはもう一切塗らないので、まあ、危ないからねこう気をつけながら上からペンキ塗って、で今回これですね、前回の動画でも紹介したこの黄金のペン、これを使ってねリメイクしていこうかなっていう風に思います。で、まあ、やり方はめっちゃチョコペンとか、あとアイシングクッキーみたいな感じ、まあ、私アイシングクッキーやったことないんですけど、まあ、そういう感じですごいね太くてめちゃめちゃ書きやすいペンです。でこれで一回このインクを落としてから、まあ、完全に乾かして最後にね金色のシートを貼って完成って感じなんですけど、まあ、私的にはちょっとこのロゴデザイン若干、まあ、60点ぐらいかなって感じですね、自分の中でね、なので、まあ、多分また時間経ったら書き直すと思います。で乾き待ちして、で乾いたらねこんな感じで完全に透明になるの でこの上からねシートを貼っていきます。でこのシートもセットについているので、まあ、別でね買う必要もないかなっていうふうに思います。まあ、この商品の詳細っていうのは概要欄の方に貼っておくので、ちょっとそれ私もやってみたいかもっていう人はぜひ参考にしてみてください。剥がす瞬間がねめっちゃ好きなんですよ。めっちゃ綺麗じゃないですか。文字以外にもね絵とかももちろん描けるので、ぜひねお家でチャレンジしてみてくださいっていう感じでね完成しました。私的にはまた描き直そうかなと思ってるんですけど、まあ、ちょっとね違うデザインができたからいいかなって思いますね。本当はジョイコン真っ黒がいいんですけどね、まあ今は販売してないみたいで、まあ、ジョイコンももしかしたら買えるかもしれませんっていう感じで今回は終わります。じゃあバイバイ。